はい、こんにちは。派遣社員の独り言第200回目となりました。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマは仕事探しについて取り上げてみたいと思います。前回、ちょっと正社員の道がちょっと雲行きが怪しくなってきたんで、仕事を探してみようということでお伝えしたんですけれども、早速ですね、ちょっといろんなサイトの方から仕事を探してみたら、かなりやっぱりいい条件のものが今増えてるんですよね。特にコロナ禍でですね、やっぱり、ウェブ会議とかですね、あとは在宅リモートワーク、こういったものが増えてるんで、それらをサポートする、システムの、ヘルプデスクとかコールセンターとか、そういった仕事が結構増えてたんですよね。で、迷わず私もちょっとすぐにというわけにいかないんですけども、1ヶ月先ぐらいを目安にですね、一応何社か応募してみたんですよ。ただですね、不採用だったっていうことだったんですね。で、募集要項を見るとですね、今までにリーダー的なことをしたことがある方、これ私やったことがあるんですよね。で、結構こういう不具合とか、エスカレーションとか、メーカーへの問い合わせ、関係部署の問い合わせ、こういったものにも経験がある方っていうことで、私の職務経歴からすると全て満たしていたんですよ。なのでてっきり比較的家からも近くなるんでベストな職場かなと思ってたんですけれども、残念ながら採用には至らなかったということでした。で、理由については当然答えてはもらえないんですけども、やっぱり年齢的なものなのかなと思ったりとかですね。でも年齢も平均が40代って書いてあったんで、そんなに大きく外れているわけでもないですし、ちょっと男女比率でですね、どちらかというと女性が多かったので、もしかしたらちょっと女性が多い職場であんまり男性が取らないようなところだったのかもしれないですし、もっと元を言えば私のその経験が足りてないっていうところが一番のところだと思うんですけれども、いろんなちょっと私の推測からですね、残念だったなというようなことをちょっと思い返されます。こんな状態で本当にまた次に仕事を今の契約が終了するまでにですね、見つかるのかなっていう不安もちょっと最近は大きくなってきて、今のところで、果たしてですね、仮にもし契約社員になれたとしても、時給がどれだけ下がるのか、生活していけるだけ、生活は何とかしていけるかもしれませんけども、かなりやっぱり今の水準から落とさないといけなくなるような厳しい状況になるんであれば、ちょっと考えないといけないなと思いますし、やっぱり時給面で考えるとやっぱり派遣社員って言いますか、そっちの方に流れてしまうんですよね。正社員になれれば一番いいんですけども、ちょっと前回の話ではちょっと厳しそうかなっていうような状態だったんで、で、あの後考えてみたんですけど、同じタイミングでですね、3人の社員からそういった私に対する、3年後の、動きについてですね、ヒアリングがあったってことは、もしかして会社の中で私のその今後について何か話っていうか話題が出たのかなっていう、それはいい意味でその今後、必要な人材として、確保するという方向で取っていただけてたのか、それとも今の事業を縮小するにあたって、人数を減らしていく方向に行くのか、どちらかでしょうね。だってちょっとタイミングがあまりにも良すぎますからね、3人同じタイミングって。だからいずれにしてもダメな時はダメ、それは諦めて次の仕事を探すしかないかなと思って、ちょっと今はちょっと気分を切り替えて、新しい仕事も探しつつ今の仕事をするように、頑張っております。皆さんもですね、このタイミングちょっと年末にかけてはちょっと厳しいかなっていうように思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、なんとか多分年明けぐらいまでは、最悪いけるかなっていう、もし切られる場合ですよ、
年内は多分ないなっていうような感じはあると思うんで、まあそこら辺ですね、春先ですね、やっぱりこの辺りをちょっと目安に、まあ仕事を探すようにちょっと動いていきたいなと考えております。まあうまく仕事が見つかることを祈って、頑張りたいと思います。今回は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。